フェルディナント・ライムントは、オーストリア帝国において活躍した、俳優、劇作家。ビーダー・マイヤー時代における、ウィーン民衆劇の代表的作家であり、ウィーン民衆劇種の中で、彼の活躍した時期は、ライムント時代と呼ばれることもある。現在のマリーア・ヒルファー通りにある名八1898年に、建立された、有名なライムント像1790年6月1日。 ウィンに当時存在していた死壁の外側、マリアヒルフ地区の共同アパート、ヒルシェンハウスに生まれた。1802年3月26日に母カタリーナが死去し、2年後の1804年11月29日には父ヤーコップも死去した。このためライムントは学校を中退してカシアユングに見習いとして勤めるようになった。この店は、 ブルク劇場とヨーゼフシュタット劇場でのクッキー類や飲み物の販売権を有しており、ライムンとは昼には歌詞を作り、夜には劇場内を売り歩くという生活を送った。このため貧しい身でありながらも、当時すでにトップレベルにあったブルク劇場での演劇を無料で鑑賞することができた。ブルク劇場へ通うことで始まった私の演劇芸術への興味は、 すでに非常に早い時期から刺激を受け、それは子供ながらにして、もう俳優以外の何者にもならない、という決心をさせるほど、格好たるものとなっていた。自分の決心を曲げるくらいなら、飢え死にした方がましだとさえ考えた。ライムントの辞典、演劇新聞1836年9月15日商売よりも、感激に熱中していたライムントは、勤務先が劇場での営業権を放棄した際、 仕事を辞めて劇場入りを志願した。とはいえ、売り子の経験しかないライムントを採用してくれる場所はウィーンに当時5つあった常設劇場にはなく、ライムントはウィーンの東にある小さな地方都市の劇団で下積み生活に入った。6年間ハンガリーを転々として1814年にかつて売り子として、 足を運んだヨーゼフ・シュタット劇場に診断員として採用された。1836年8月下旬、愛犬に左手を噛まれ、これがきっかけで、ライムンとは自身が狂犬病に罹患したという妄想にさいなまれた。8月29日、一人になった隙に拳銃を口に含んで自殺を図り、一週間苦しんだ後、1836年9月5日に永明した。 1898年、ウィーンに、ライムント記念像が建立された。余談ながら、ワルツオーヨハンシュトラウス2世が、その生涯の最後に作曲したのは、ライムント時代の調べという幻想曲だった。彼の名を冠した、ライムント劇場も存在する。全集歌、P333、ABC 全集歌、P334、ABCD 全集歌、 P335 全集化、P336 AB 全集化、P348 ウィキメディアコモンズには、フェルディナント・ライムントに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。